何百億という光を超え、何千億という闇を抜けて、やがてたどり着く世界。冥界アケローン川の遥か上流、レーテ川の彼方にあるという無限の野。死後、神に選ばれた者だけが来ることを許されるユートピア。飢えも争いも苦しみも悲しみもない、一切の苦痛や煩悩から解放された悠久の浄土。そこをエリシオン。